さあやってまいりました、東京ディズニーランドにありますこちらクリッターカントリーでございますね。小動物たちの国ということで、小動物たちが暮らすこちらのクリッターカントリー、ゆっくり回っていきながらダラダラ喋りながらこちらのクリッターカントリーをぐるっと一周してこようかなというふうに思います。さあ奥に見えてまいりましたね、こちらのスプラッシュマウンテン。皆さんこちら誕生までのお話はご存知ですかね。実はこちらスプラッシュマウンテン、もともとはのどかな丘だったわけなんですね。のどかな丘だったんですけれども、実はですねラケッティというアライグマが自宅で密造酒を作ってたわけですね。お酒を密造してたわけなんですね。ところがのどかその密造に失敗してしまって蒸留機を大爆発させてしまったんですが、その大爆発によってビーバーブラザーズという天才建築家たちが作ったそのダムが決壊してしまったと。それによってチカピンヒルは大洪水、それによって誕生したのがこちらのスプラッシュマウンテンというふうに言われております。ちなみにビーバーブラザーズのそのご自宅はこれですね。ビーバー型のね、風緑がありますけども、それによって誕生しましたのはこちらのスプラッシュマウンテンなんですが、ビーバーブラザーズ天才建築家たち、失敗してもただでは起きないわけですね。まあ、失敗というかただの事故なんですけども、水辺で死ぬになったそちらのスプラッシュマウンテン、水辺で死ぬになったそのスプラッシュマウンテンを見てビーバーブラザーズ思いついたわけですね。自分たちが作ったそのダムが決壊して木材がいろいろぷかぷか浮いてるわけなんですよ。この水流を利用してその丸太とかを水流で運搬することができればその建築に生かすことができるんじゃないかということで、こちらスプラッシュマウンテンで使われている丸太たちはもともとダムで使われていた木材という風になっておりまして、ビーバーブラザーズが水流を使って木材を運搬するための開発をしているのがこちらのスプラッシュマウンテンという風にもなっておりますね。そのようなエピソードがあるこちらのスプラッシュマウンテンというわけなんですが、さあもう少し奥の方へ歩いて行ってみましょう。そうそうそういえば、先ほど申し上げましたビーバーブラザーズ天才建築家たち、今何をしているかと言いますと、実は彼ら今、カヌーを運営しているわけなんですね。さあそのカヌーちょっと見に行ってみましょうか。さあ乗り場がここですね。ビーバーブラザーズのカヌー探検ということで、こちらの方で皆さん先ほど言ったスプラッシュマウンテンね、マルタの運搬なんかをしながらこちらの方でカヌーを運営していると。それがこちらですね、エクスプローラーズカヌーズというふうに書かれております。ちなみに彼らビーバーブラザーズお名前がですね、クラリレンスとブリュースターというような名前がございますね。奥にありますがそちらの事務所ですね、はい、熱心にその評判信頼を築き上げるというのが彼らのモットーだそうです。さあこちらの方上に登っていってみましょうかね。ぜひともあちらね事務所となっておりますので、カヌーを訪れた皆さんはねぜひとも見に行ってみてください。もうちょっと近くで見てみましょうかね。はい、あちらの方に、はい、先ほど言ったようなモットーが書かれておりますこちら事務所でございますね。それぞれのカヌーの、ね、デザインも違うそうです。来ましたね、こちらウェスタンリバー鉄道でございます。こちらがリオグランデ号かな、はい、こちらリオグランデ号ですね。25番いってらっしゃい、しばらく手を振ってる時間となります。いってらっしゃい、はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、皆さんいってらっしゃい。さあというわけで黙々と歩いていきましょう。ルン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 、よいしょ。さあというわけでウサンリア鉄道に別れを告げたところで、もう一人の重要人物アライグマのラケッティ、お酒を密造してやがった野郎ですね。さてそいつが今は何をしているかと言いますと、さすがにお酒を作ることはやめて、ソフトドリンクしか飲まなくなったみたいですね。こちらでソフトドリンク等を販売するラケッティのラクーンサルーンというものを運営しているのがこちらのラケッティでございます。そのようなエピソードがたくさんあるこちらのクリッターカントリーなんですけども、地面見てみるとこのようにクリッターたちの足跡がたくさんついてるわけなんですよね。そのクリッターたちの足跡、よち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 追っていくとこのように
うさぎ丼、キツネ丼、熊丼がいるわけですね。様々なクリッターたちが足跡を残しながらもこのように、たくさん暮らしているわけでございますね。ちなみにこちらのキツネ丼と熊丼が、うさぎ丼のことを探している様子ですね。上にいるとも気づかずに。そしてスプラッシュマウンテン、記念撮影を撮ってもらえるんですけども、それを撮ってくれてるのがこちらにいますフィニアスファイヤーフライというようなホタルでございますね。彼はお尻の光をね利用して、それをフラッシュとして活用することで皆さんの記念撮影をバッチリ撮ってくれるそうです。そしてこちらに見えますのが、水車の何やら小屋なんですよね。実はこちらスプラッシュマウンテンの入り口というふうになっているんですけども、こちら実は南部の歌というふうな作品に出てくるリーマスおじさんの家というふうになっております。スプラッシュマウンテンの中で皆さんが見ることができるウサギドンたちのお話、実はこれですね、リーマスおじさんという人物が喋るおとぎ話なんですね。そのおとぎ話を聞くために皆さんはリーマスおじさんの家の中に入っていって、そのおとぎ話の世界へ遊びに行くことができるわけなんですね。さあ、再度出てきました。こちらビーバーブラザーズのね、カナエ探検の看板でございますけど、もう少しビーバーブラザーズのお話をしていきましょうか。ビーバーブラザーズ、天才建築家というふうに言ってるわけなんですけども、ダムなんかがね、彼らのね最高傑作とも呼ばれているわけなんですけども、実は彼ら、また別のものをね建築したりとかしてるわけなんですよ。それが実はレストランなんですけども、その名もグランマサラのキッチンというサラおばさんのレストランを作ったのも実はビーバーブラザーズというふうになっておりまして、こちらのレストランの中にはね、彼らがダムを建設した時の、写真なんかも飾られているわけなんですけども、それとチカピンヒルのね、のどかな丘だった頃の写真なんかも、中に飾られているわけですね。こちらグランマサラのキッチンの中、1階2階に分かれてるんですけども、1階の方ちょっとズタボロ気味なんですよ。穴ぼこがあったり、かじり跡があったりとか、木の根っこがはみ出てたりとかするわけなんですけども、2階の方綺麗なんですよね。なぜかというと、1階の方まだまだ未熟だった頃のビーバーブラザーズなんだけども、月日が経ちまして2階を増築してほしいという依頼があったんですね。その頃にはね、見事に立派に成長したビーバーブラザーズということで、きっちりまっすぐな建築をすることができたというのが見られるのが、こちらのグランマサラのキッチンでございますね。サラおばさん、クリッターカントリー随一の料理名手だそうです。それではお話があります。こちらクリッターカントリーでございました。で、皆さんね、遊びに行ってみたら足跡探してみたりとかね、いろいろ細かいところを見ながら楽しんでいただけたらなというふうに思います。そのようなクリッターカントリーでございました。それでは皆さん、ハウディドゥー。